おー、うまそう。食っていいのか。どうぞ。でもさ、そいつ結婚してんのに命狙ってんのか、意味わかんねえやつなんだな。もう10年になります。10年も？そりゃ退屈だな。その上、兵士の方たちがここにいられるお時間は5分とお父様が決めてしまわれて。ふーん。ですから私のお話し相手はメガロだけ。大切なお友達なのです。それで宴までやってくれるって言ってたのか。あー、やってくれなくなったけど、それにしましても小柄でいらっしゃいますのに人間の方はよくお召し上がりになるのですね。もじゃもじゃの、おっさんが宴やるって言ってたのに、ずっと怒られてたから、もう我慢の限界でこの匂いをたどってきたんだ。そういやお前、姫って言われてたな。はい。お前が人魚姫なのか。はい、国王ネプチューンの娘です。白星と申します。え、白星？白星です。言いにくい名前だ。あ、あれも食いたい。やっぱり私にはあなた様が悪い館には見えません。海賊でしたら冒険というものをなさるのですか。うん。そうそう、太陽をご覧になったことがおありですか。夜にはお星が空に浮かぶのですよね。それにいろいろな種類のお花やお体が毛だらけのお動物、お森という緑色の場所へはいらっしゃったことがありますか。待て待て、質問多すぎだ。ちょっと待ってろ。はい。あ、大きな大袋。